いいですか皆さん。お料理は真剣にやらないと思わぬ怪我をします。これも授業ですから、ふざけないでしっかりやってくださいね。いいですか？今でこそカレーライスは手軽で簡単で誰にでも作れるメニューということになっていますが、カレーは本来インドを発祥とする古式ゆかしいちゃんとしたお料理です。日本式にアレンジされたとはいえ、そこには古代インドの英知と文化が込められています。夢夢、そのことをおろそかにしないように。真剣にやらない人は先生が本気で怒りますから、そのつもりで。知恵先生はカレーに命かけてるって噂でしたよ。採点はきっと厳しいですわよ。家庭科の点数なんか赤点でさえなければ適当でいいんだよ。適当で。関しては鬼だから。なんだよ、そのカレーの鬼って。初耳だぞ。普段は温厚ないい先生なんだけどね。どういうわけかカレーにだけはうるさいんだよ。そりゃもう熱中的なくらいに。秘伝のカレーを研究するためにって言って毎年インドに旅行に行ってるって言ってたもんね。風の噂ですと、ご飯は3食カレーライスで、たまに他のものを食べる時でも必ずカレー味というこだわりぶりらしいですの。それ変質的というより変態的だぞ。何か悪い宗教にでも入ってるんじゃないのか。だいたいカレーなんてジャンクフードの筆頭じゃねえかよ。3食カレーなんて栄養的にも偏って。ケイちゃん、それ以上言ったら埋葬される。へいへい、しっかり真面目にカレーを作ればいいわけだろ。でも今日はそう簡単にはいかないのです。あのね、みーちゃんが。分かってるね、みんな。勝敗はどうするでございますの？先生の採点で決めますの？今日は英林署の皆さんへの感謝のイベントですから、先生だけでなく採点はみんなで行いますよ。うん、わしと先生とそれから英林署の方5人で採点する。各自健闘を祈るぞ。そういうわけ。のんびりしたカレーパーティーなんかには終わらせないよ。レナ、カレーは
得意だよ。今日は負けないよ。私の学年は班で作りますから、リカと一緒なのですわよ。汚ねえ。リカちゃんは確かかなりの料理上手じゃん。僕のカレーで美味しくって体がどうにかなっちゃうのです。ケイちゃんが今思ってることを当ててあげるよ。ミオンはきっと料理が下手に違いないでしょう。では皆さん、いいですか？刃物には十分に気をつけてくださいね。はじめ！本当にそんな水加減でいいんですね。もっと入れないといけないそうですよ。ザトコ、それが罠のつもりなら残念だったな。俺は慣れてるぞ、飯盒炊飯は。はじめちょろちょろ中パッパ。赤子泣いても蓋取るな。ケイチ君すごいね。ちょっと意外。サマーキャンプで習ったのかな。親父がデイキャンプが好きでさ、夏場なんかにはよく家族で出かけるんだよ。ってことは全員ご飯の炊き方は問題なし。つまり勝負の分かれ目はカレーの方ってことになるね。ふっ。カレーこそリカの独壇場ですのよ。皆さんのぶっこ鉄板ですわ。リカのってとこが泣けるぞ。お前も何か料理を手伝えよ。さとこちゃんは何もお手伝いをしないのが一番のお手伝いなのかもね。勝負は勝てば官軍でございますわよ。じゃあ早速カレーの方に行こうかね。ここからが勝負どころだよ。今日のカレーはどんな味？
対嘘だ。トリックだ、 SFX だ。ワイヤーとか使ってるに違いない。ふれビロン。ケイチは知らないですか？ミーはおばあちゃんにお料理とかも教えてもらってるですよ。料理だけじゃないよ。裁縫からお花におこと、重機から無線機、ヘリの操縦まで何でもできるんだからね。本当はすっごくお料理上手なんだよ。面倒くさがって全然作らないけどね。ケイチ、お湯を沸かして注ぐのは料理に入りませんです。ざまあないですわね。今日はケイチさんの一人負け確定ですわよ。てめえだって料理できないだろうが。かわいそうです。僕がケイチをコテンパンにしてあげますです。ここはギャラリーが多い。俺、他の流しで仕事するから。ケイチ君、大丈夫かな？包丁で指とか切らないか心配。さて、ケイちゃんのお手並み拝見だね。富田くん、岡村くん。お、君たちは4人でグループか。あ、はい。女子2人が料理とか得意なんで。俺らは遊んでるだけで OK です。担当直入に言おう。このままでは部活に負ける。君たちの班が剥いた野菜をくれ。前原さん、それほとんど恐喝です。でも、まあ話によっては交渉次第なら OK ってことですよ。たくましい奴らだな。ああ、当然だ。ではこうしよう。俺が勝てたら、サトコ&リカちゃんグループのカレーを食わせてやる。これならどうだ？え？あ、どうしようかな。もちろん、サトコとリカちゃんの食べかけ王だ。スプーンもつける。あら、
ケイチさんも結構やりますのね。綺麗なジャガイモですこと。すごいねすごいね、ケイチくんの皮むき上手だよ。違うね、ケイちゃんが剥いたのはジャガイモじゃなく牙でしょ。ああ、俺はとっくに本気だぞ。てめえらまとめてぶっ潰してやるぜ。少しお力を貸してくれないか。ダメだよ、これ部活だもの。レナは負けないよ。ミオンてめえ、そりゃなんだよ、ハンバーグなんてどこから。行事予定表で今日のことをあらかじめ知ってたからね。下ごしらえはバッチリってわけよ。私のカレーはゴージャスにいくよ。意義あり。先生、こんなのありですか。意義を却下します。おいしいカレーができれば先生は何でも OK です。レナとリカちゃんは天性の料理上手、私は入念な事前準備で、ケイちゃんは？なんだよお前ら。ん？その鍋は何だよ、お前らの犯人か。これ気づかれないうちに前原さんの鍋とすり替えてください。うちの女子のカレーなら前原さんが作るよりは出来はいいと思います。勘違いしないでくださいよ、僕たち前原さんに勝ってもらわないと。その…すまん、
世話になる。だが、お前らのグループの女子がよく許したな。前原さん、俺たちも本気ってことです。任せておけ。腹は空かせておけよ。絶対に食わせてやるからな。お待ち申し上げております。姉ちゃんやるじゃない。これは最後までわからない勝負になったね。ケイチ君のカレー、レナが食べてみたくなっちゃうな。なっちゃうな。レナのカレーもミオンのカレーもみんな強敵だよ。俺の最善は尽くしたが、結果はどうか。ケイチさん、リカが呼んでますわよ。行ってあげてでございますわ。よ、リカちゃんの方はどんな具合だい？カレーさんなのです。カレーさんはすごいのです。目からビームも出ます。ビービーム反射。カレーさんのお腹からはミサイルも撃てるのです。ビシュー。おりゃー、前原超電磁バリアー。そして反撃のビーム。カレーさんはビームエネルギーを吸収して波動砲を撃てるのです。なあリカちゃん、俺に何か用があって呼んだんじゃないのか？はい、呼びましたですよ。でももうご用は終わっているのです。やられた。何をしますの？レディの頭を何だと思いですの？なことはどうでもいい。まさかサドコ、俺のカレーに何か混ぜたんじゃ。失礼な。そこまで落ちぶれてはおりませんわ。こう見えても私フェアですのよ。じゃあこのよくわからない並べ方をしてあるしゃもじとかお皿とかはなんだ。こんな不安定な置き方をして倒れたらどうすんだよ。
これは芸術だな。そういえば昔テレビでドミノ倒し世界記録に挑戦なんてのが流行ったよな。けいちゃん、フライパン。あらあら、大惨事ですわね。私は何もしてませんのよ。あで、皆さんできましたね。ではこれから審査員の皆さんと校長先生と私で試食をしますからね。次は竜宮君のカレーであるな。うん、実にうまそうである。あらあらあら、竜宮さんどうしちゃったんですか？途中まではあんなに美味しそうだったのに。愛こそ成功の調味料である。次回に期待するぞ。頑張りたまえ。では次は僕たちのご賞味いただくのですよ。フルデさんの班のカレーもとっても頑張っていますね。
どれどれ。素朴だけど、これはとても美味しくできてます。この子のカレーも結構悪くないけどな。俺、人参嫌いなんだよね。ダメですよ、教授。人参を残してはいけません。教授、おかわりありますですよ。カレーには誰も叶いませんのよ。騙されてはなりません。審査員の皆々様方、貧乏臭さをお袋の味と錯覚させるなど、まやかしもいいとこ。皆様方が本当に食べたかったのはこういうカレーじゃない？味わいですよ、園崎さん。このカレーこそインド6000年の英知と日本人の食文化の美しい融合の生きた証。先生、感激です。これは満点の仕上がりですね。100点をあげちゃいます。いえいえ、どういたしまして。クラス委員長として模範を示したまでです。僕の負けなのです。そんなはずありませんわ。確かに半分に再考しましたのに。俺のご飯を使いやがったな。ずるいぞ。お前のカレーも半分よこせ。
おっとケイちゃん、それは甘えてるよ。この最後の土壇場をケイちゃんは諦めた。私は諦めなかった。そういう差でしょ。勝負は捨てたらおしまいってこと。兄ちゃん、ケイチくんかわいそうだよ。ちょっとくらいなら分けてあげても。いいのいいの、これは授業料だよ。ケイちゃんは今勝負を最後まで捨ててはいけないことを学んだのね。カレーは鍋ごとひっくり返し、ご飯すらも残ってない。この状況でどう勝負を諦めるなんて言うんだよ。前原さん、事故ですよ。仕方ないです。考えろ前原圭一、考えるんだ前原圭一。カレーを作る方法じゃない、勝負に勝つ方法だ。めめめめめ、くあくん、手を洗ってこい。手伝ってくれ。岡村くんには探してきてほしいものがあるんだ。ボス、了解です。ほう、最後にケイちゃんがどうあがるか見せてもらおうじゃない。王将際の悪い男は嫌われますのよ。うるせえ、俺の最後の勝負を黙って見てろ。まずミオ、お前の飯盒をもらうぞ。嫌とは言いません。別にいいけど、しょっぱいよ。レナも手伝っていいよね。非常事態だし。そう言ってもらえるなら心強い。じゃあレナ、お茶を入れてくれ。はあ、信頼されてない。それからサトコ、そしてリカちゃん、一騎打ちを申し入れる。私を伺いますですよ。俺が100点をもらえたら、サトコ、リカちゃん、お前らのカレーをいただく。飯抜きだ。冗談もほどほどでございますのよ。そんなのあかんべーでございますわよ。いや、いいでしょ、さとこ。受けなよ。これだけの致命傷を与えたんでしょ。再起なんかあるわけがない。
だから里子も堂々としてなよ。どうあがこうと逆転などあるわけがない。そうでしょ。僕はいいですよ。ケイチ、ファイト、オーです。そういえば、前原くんのカレーはどうなりましたか？先生、まだ食べてませんよ。はい、俺のカレーは、その鍋がひっくり返ってしまい。ん？そうであるか。それは実に残念である。カレーは失いましたが、勝負を失ったわけじゃありません。皆さんをうまいと言わせてみせます。まずは黙って食ってください。僕はそれから伺います。これが俺の料理だ！前原君、それは…ん？おにぎりであるか。塩にぎりではありませんの。こんなの勝負にもなりませんわ。確かに塩加減は悪くないかもしれないけど。前原さん、本当にできるんですか？後輩諸君、よく尽くしてくれた。大丈夫、黙って見てるんだ。ケイちゃんも卑怯な手を使うようになったね。こりゃ辛いな。あ、そうか。レナにも分かったよ。どういうことですの？なんでみんな黙ってあんなにも食べてますの？それはね、さとこちゃん、審査員さんたちね、実は。男はな、時には味よりも量を尊ぶこともあるんだよ。その時味は心震わせるものよりも素朴であることが望ましい。健闘は称えるが、今日はカレー勝負。これに点数を与えて良いものなのか。諦めるな、ケイちゃん。いえ、先生、採点はしていただきます。カレーとおにぎりを異なって評価することに
そもそも致命的な間違いがあります。ん？前原くん、何を言ってるんですか？カレーとおにぎりが、なぜ？本場インドのカレーは、ナンというパンで食べるそうです。ですから、このカレーライスという料理は、それを取り入れ、アレンジした日本の食文化の一つと言えるでしょう。冒頭に先生がおっしゃられた通り、インドと日本の文化の融合の結晶なのです。前原君の言うことはわかります。でも、それとおにぎりにどんな関係が？とても簡単なことなんですよ。カレーもおにぎりも、お米を美味しく食べるための知恵なんです。カレーもおにぎりも同じ米食文化の結晶なのです。かつてフランスからある高名なシェフが来日した時、ホテルの人たちがさまざまな材料をフランスから空輸したんだそうです。でもそのシェフはそれらに見向きもしませんでした。どうしてなのですか？本場の材料さんなのですよ。シェフは地元の漁港へ行き、日本で採れた新鮮な幸を使って料理を作ったそうです。食文化は決められたルールに縛られるものじゃない、文化なんです。日本に来れば日本の文化と溶け合って、また新しいものを形作る。だからカレーもおにぎりも同じ日本の文化なんです。前原くんはカレーのお鍋をひっくり返してしまったそうですね。危ないから気をつけなさいと初めにあれだけ言ったのに。すみません。ですが、前原くんや園崎さんが言うように、食文化には垣根はありません。人を心底簡単させるものなら、その形式は何ら差別されるものではない。じゃあお鍋をひっくり返したので減点20。でも今日だけですよ。くじけないで頑張ったので特別に20点プラス。100点を上げておきましょう。
さて、約束だぞ。さとこにリカちゃん、君たちのカレーは没収する。それじゃ、私たちのお昼がなくなっちゃいますわ。と言いたいところだが、情けだ。半分は食ってよし。ケイチ、ありがとうなのです。さて、このカレーは後輩たちに渡してった。俺も腹が減ったよな。自分のおにぎりでも食うか。で、あれ？さっきの前原くんの話を聞いていたら、噛み締める米の味がひときわ美味での。ひょっとして俺の分も食べちゃいました？前原くん、さっきはああいう場だったので満点ということにしましたが、分かっていますね。え？分かってって、何がすか？カレーはこの世で一番尊くて神聖な素晴らしい料理です。それとおにぎりを同一扱いするなんて断固許せません。いいですか？カレーは四大河川文明に匹敵する第五の文明として、古代インドに生まれ、アショカ王の時代にカピラ城で釈迦の生誕に万国食文化博覧会が絶賛して、ミシュランぐるぐるエッフェル塔すらもカレー漬けをグツグツ煮込んで、ターメリックを寝ても覚めてもカレー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 。してますの？後片付けもお料理の一部ですのよ。ケイチくん、目がカレーだよ。どうしたのかな、この。あちゃ、やられたか。大丈夫、一昼夜で元に戻るよ。多分。大丈夫かな、ケイチくん。だからレナのカレー食べなよって言ったのに。まあまあ、よくしのいだよ。あの絶対的な状況下から
くづくケイちゃんは追い詰められてからが強いね。今はどんな褒め言葉もいらん。飯をくれ。うちに帰れば何かあるんでしょ。うちってお菓子とかの買い置きはないんだよ。カップ麺も今は底をついてるし。我慢して待ってれば今日のお夕食はきっと美味しいよ。じゃあ私はこの辺で。また今日もバイトでね。慣れない職種はしんどいよ。やっぱウェイトレスさんってハードワークなんだな。みーちゃんってウェイトレスさんやってるの？本当に本当に？どこのお店かな？ハオ。違う。私は、そう、先日のおもちゃ屋さんの店番なの。ウェイトレスさんはシオンで。ごめん。あまりにもよく似てるから間違えた。ケイチ君、シオンって誰かな？ミオンの双子の妹なんだよ。性格は違うけど、外見はうり二つなんだ。そうそう、外見は似てるけど中身は大違いなんだよ。私は優しくて思慮深いけど、シオンは冷めてておっかない性格なんだよね。多分生まれた時にミオンの女の子らしい部分は全部シオンに行っちゃったんだと思う。ミオンと違って実にはにかんだ笑顔の似合う可愛い女の子なんだ。ケイちゃん。そうなの？レナ会ったことないの？みーちゃん妹がいるなんて話してくれたことあったっけ？レナには紹介したことなかったかな。私の双子の妹でシオンって言うんだよ。知らないよ。聞いてないよ。みーちゃん家に行っても会ったことないよ。そのほら知ってるでしょ。バッチャと住んでるのは私だけだから。シオンは沖ノ宮の実家に住んでるの。あんまり仲が良くないから、こっちには来ないんだけどね。嘘じゃないんだ。信じてやってくれ。
ちーちゃんなんだか可愛かった。なんでかな、なんでかな。はい、どうぞ。空いてますよ。どうもこんにちは。って、ケイちゃん、何やってんですか？シオンか。また、どうして？お姉に聞きましたよ。今日のお昼、部活で大変なことがあってご飯食べられなかったんですよね。ああ、大変だったぞ。さとこに鍋を倒され、ご飯はお前に盗まれて。だから私、シオン。すまんすまん。それでなんだよ。空腹の俺のために差し入れでも持ってきてくれたのか。ありゃ、図星をつかれちゃってなんだかがっかりですけど、これ。え、本当に差し入れなのかよ。サンキュー。お姉が学校に持って行ったハンバーグの残りがあったんで、ちょっと持ってきました。お夕飯前だとは思いますけど、いかがかなって思いまして。迷惑でしたか？迷惑なんてめっそうもない。すげえ嬉しいよ。本当に食っていいのか？これ、タバスコとかがいっぱい入ってるとか、そういう冗談じゃないのかよ。もう、お姉じゃないんですから。私そんなことしませんよ。別に嫌なら無理しなくても。帰って自分で食べちゃいますから。全然嫌じゃないです。感謝の心を忘れずに噛みしめたいと思います。そんな鼻水垂らされて感謝されるほどのことじゃ。何もないけど上がってくか。お茶くらいなら出せるかも。ごめんなさい。またの機会にします。私バイトに行く途中ですから。お弁当箱は適当に水洗いして、明日お姉にでも返しといてくださいね。当然だぜ。こんなうまそうなのを食わせてもらったら、それぐらい礼儀だろう。じゃあ私はこれで。あと最後に。お姉がカレーの時、
黙ってケイちゃんのご飯取っちゃいましたよね。悪ふざけが過ぎるとね、ついやりすぎちゃうんです。決して悪気があったわけじゃ。おいおい、別に俺はあんなのなんとも思っちゃいないぜ。部活の上でのことは恨みっこなしだからな。毎回スリリングに楽しませてもらってるのこっちが感謝したいぐらいだぜ。そうミオンに伝えてくれるか。はい。それお姉きっと喜ぶと思います。ではこの辺で。嬉しいけど、これ本当に大丈夫なんだろうな。シオン、いやミオン、俺が空腹で死にそうって言ってたのを聞いて大急ぎで持ってきてくれたのか。